ボルムス大聖堂、外観ボルムス大聖堂は、ドイツのラインラントップファルツ州にある都市、ボルムスに位置する大聖堂。街の中でも、中心的な教会であり、重要な建造物である。シュパヤー大聖堂やマインツ大聖堂と共に、ライン側に沿って建てられた、華麗なロマネスク建築の教会の一つに位置付けられている。四つの円柱塔と二つの大きなドーム部分、に、 聖火体積を有する巨大なソヌバシーカ風の聖堂は、堂々とした外観の他に、赤い砂岩の自然色により高められた内観の印象も、また、荘厳さと質素さを持ち合わせた重要な特徴である。ボルムス大聖堂、ボルムス大聖堂とも表記する。敷地の見取り図と西側の塔の下側部分のみが、1110年に神に捧げて建設された、本来の建物に属する部分である。 それ以外の部分は1181年までにほぼ竣工していたが、その後西側の聖火堆積とアーチ型天井は13世紀に建てられ、成功に作られた南側入り口は14世紀に加えられた。また、中央のドームも改装されている。古い時代に建てられた部分の飾り付けは簡素なものである。また、より入念に作られた後の時代の建物にも、 優れた技術の高度な発展は見られない。装飾の一つとして、魂の救済の物語を描いた独特の彫刻がゴシック時代に建てられた南側の出入り口の上にある。境界部の洗礼堂には15世紀後期に製作された石のレリーフ像が5体含まれている。大聖堂は全長が110メートルあり、幅は27メートルあるが、 建物生誕の近辺に位置する横路を含めると36メートルある。聖堂の振動部分は高さが26メートルあり、丸屋根の下は40メートルある。ありがとうございます。